三重区は台湾に北市中西部に位置する四角区。台北市の衛星都市として開発が進み、台湾中南部からの移住者が多い。三重区は淡水河西岸に広がり、深台以来台湾の中心地であったや大根の対岸に位置し、市林区からも近い。西北は二北市の足すく五穀と、西は、新重区と南は板橋区と大関係を挟んで隣接している。 三重が、司書に、初めて出現するのは、帝成功時代の1661年である。当初は、新城の図を模倣を皮切りに、中国福建南部、関東東部からの移住者によって開発が進められ、その後二重砲、最後に三重砲が開発された。1889年、竜明殿が台湾巡部の時代、鉄道建設のために三重と大稲の間に、 淡水目標を架橋し、三重の農産物の物流発展に大きく寄与した。しかし、この橋は目標であったため、大雨などの災害で、たびたび被害を受けた。日本統治時代の1889年に、鉄道路線変更が実施され、これにより、三重から鉄道が姿を消した。日本統治時代の三重は、台北地区のジャスミンや、柑橘類の集産地であった。 当時、対岸の多い根でも、茶栽培が盛んであったことから、その加工に必要なジャスミンの栽培が盛んであった。しかし、その後色量増産政策が推進されると、ジャスミン栽培は、不要不急の扱いを受け減産し、現在では消滅した。1920年に、台北州新城郡、詐欺師章に属し、1947年4月1日に、詐欺師から独立し、 三重鎮が設けられ、1962年に県葛市に昇格して、三重市となり、初めて鎮から県葛市に昇格した都市の一つであった。2010年12月25日、台北県が直葛市の二北市に昇格したのに伴い、三重区となった。三重区は高速道路の起点となっており、南北交通の便に恵まれ、台北市という市場に隣接するという有利な、 地理的条件から外部からの流入人口が多い都市といえる。1960年代には台北橋の下に日雇い労働者が集まるようになり、多い日には1万を超す労働者が淡水街を越えて台北市内で建築業に携わっていた。1970年代から1980年代にかけて台湾が高度経済成長を迎えると、 当時の台湾省主席であったシャトー東ンの工業、振興政策のもと、三重の多くの町工場が成立し、台湾の工業製品部品の多くを生産する拠点となった。現在でも幸福路を中心に様々な工場が立ち並ぶ工業市として発展している。ありがとうございます。